皆さんこんにちは。今回は、久しぶりの情報募集動画11になります。結構溜まっているので、今回だけで紹介しきれないものもあります。ご了承ください。それではどうぞ。一つ目、ゾンビのクレイアニメ、2014年か2015年に、東京 MX で放送されたゾンビアニメを探しているそうです。背景はリアルな感じで、粘土で作られたゾンビが登場するアニメでした。登場キャラはゾンビのみで、毎回オチがグロかったそうです。放送頻度は毎週で、たまに見ていたとのこと。東京 MX で、クレイアニメとなるとすぐに見つかりそうな気がしますね。調べてすぐに見つかる、東京 MX で放送されていたクレイアニメは2つあります。負けるな。悪の軍団、と、別冊オリンピア、キュクロス、ですが両方ともゾンビは出てこないですね。また、日本で認知されているゾンビ系のクレイアニメだと、ライフ・オブ・ザ・デッド、があります。DVD で販売されていますが、東京 MX で放送したという情報はないです。このクレイアニメについて、何か情報がある方、コメントお願いします。二つ目、ある動画で流れていた音楽、今から4、5年前、マイクラのディズニー再現系の動画を探していた時に見つけた音楽を探しているそうです。動画の内容としては、冒頭のシーンに映画で使われるディズニーのロゴが流れ、Wii U 版のマイクラを直撮りした映像が流れます。早送りで地面を静止している際に、流れていた音楽が特徴的で、映画、ピノキオ、の音源を加工して作られており、汽笛のような音、人の声を加工したような音が混ざっており、非常に不気味です。この音楽を探しているとのことでした。とりあえず、上記の条件で調べてみました。古い順からサムネを見ていきましたが、それらしい動画はなかったです。削除されているのかもしれませんし、直撮り映像なのか、サムネから判断できない場合もあるので、探し方を工夫する必要がありますね。とりあえず、こちらも情報募集しております。よろしくお願いします。三つ目、昔見た怖い映像、10年ほど前に、地上波で怖い映像を見た記憶があるそうです。どのような内容かと言いますと、海外の一軒家で、母親が娘を撮影していました。はしゃいでいる娘の背後の暗がりから、化け物が現れ、二人が悲鳴を上げるというものです。これが話の大筋で、補足情報も載せておきます。少なくとも、2014年より前なのは確かだとのことです。海外の恐怖映像とのことで、皆さんの目撃情報を募った方が早いと思うので、こちら、似たような映像を見たという方はコメントお願いします。四つ目、子供の頃に見た後味の悪いワイドショー、15年ほど前、ミノモンタが司会の思いっきりテレビのコーナーで、後味の悪い話があったそうです。ニューハーフの方が、別れた妻と娘に会いたい、ということで、番組側が再会させるというコンセプトでした。このニューハーフの方は、平凡な父でしたが、寝ていた時に突然、女にならなくては、という衝動に駆られ、そのまま離婚、性転換手術を行うという変わった経歴を持っています。自分の姿を家族に見てほしいという希望で、家族と再会しますが、当然家族は困惑した感じで娘は受け入れられない、とはっきり拒絶、そのままそのコーナーは終わってしまうというもの。かなり異質な話ですよね、これ。本当に放送されていたのか、と思うほどでした。リクエスト主さんは子供の頃にこれを見たということで、かなりゾッとしたとのことで、大人が見てもゾッとしますよ。私も気になって Twitter や5チャンネルで似たような話を見たという書き込みがないか調べてみたのですが、見つかりませんでした。もしかすると、思いっきりテレビではない可能性もあるとのことで、見たことがあるという方、コメントお待ちしております。5つ目、不気味な E テレの番組、6年ほど前に、奇妙なアニメを見たという話です。夏休み関係の話があり、その回が非常に不気味だったそうです。内容としては、
女性の悲鳴とともに血しぶきのようなものが出てきて、なぜか花火が打ち上げられるという意味不明なアニメだったそうです。登場人物は女性が多く、猫もいたという記憶もあるとのこと。ホラー系のアニメなんですかね。それにしても確かに意味不明です。 NHK の過去アニメ作品一覧から6年前のアニメを探してみました。夏休み関連の話ということで、学園もののアニメだと思うのですが、該当するのはベイビーステップくらいですね。ただこちらのアニメですと、リクエスト主さんが見たようなシーンは出てこなさそうです。もしかすると番組のコーナーの一部で放送されたものなら、アニメ一覧に掲載されていないのかもしれませんね。こちら情報をお待ちしています。6つ目、奇妙なキューピー人形。2013年から2015年くらいに、ようつべで見た動画です。内容は、画面は白黒、タラコの着ぐるみを着たキューピーがひたすら横回転をしており、画面が緑色っぽくなります。そして、また白黒に戻るという内容で、BGM はロックな感じだったそうです。かなり意味不明ですが、タイトルも、キューピーとは全く関係ないもので、謎の動画のようなタイトルだったとのことです。ちなみに、タラコの着ぐるみのキューピー人形のイメージがこちら。これが横回転し続けるというシュールな動画になっています。リクエスト主さんもかなり創作されたようですが、どうしても見つからず、もしかすると削除されてしまった可能性もあるかもしれないとのことでした。ようつべによくある意味不明な動画に、キューピー人形が使われたものだと思いますが、キューピーで検索してもタイトルで引っかからないので、闇雲に探すしかないですね。この手の動画をよく見る方、もし見かけたことがあればコメントお願いします。以上、今回の募集内容になります。リクエスト主さんから、補足情報をコメントでいただける場合もあるので、コメント欄もぜひ見てみてください。まだ紹介しきれていないリクエストもありますので、また次回の募集動画も近いうちにアップします。それから、創作リクエストに関しては、ブログ、ようつべのコメント欄にて募集中ですので、お気軽に送ってください。